こちらの三木市では一般競争入札に向けた下見会が行われているんですが、そこにあるのがありました。なんと二宮金次郎像です。意外とコンパクトですね。背中に巻きを背負い、左手には本を持っています。高さ1メートル、重さ23キロ、正道性の二宮金次郎像です。 一昨年3月に閉校した旧東岡か小学校に60年以上設置されていました閉校後市はなんとか活用できないかと考えましたが見つからず今回一般競争入札での売却を決めました最低売却価格は1万円です 実際のの反響というのはそうですね全国から多数お問い合わせいただいたのでやはりこんなに金次郎像にご関心を持たれる方がいらっしゃるんだなという実感がすごくありましたね驚きました江戸時代末期に生まれた二宮金次郎。農民ながらも幼少から勉学に励み各地で農地改革などを行った人物 薪を背負い本を読みながら歩くその姿は勤勉の象徴として昭和初期から多くの小学校に設置されましたしかし時代は変わり少子化による学校の減少や本を持って歩く姿が歩きスマホを助長するなどといった意見もあり二宮金次郎像は減少そんな消えゆく金次郎像をなぜ手に入れたいと思ったのか 見学会の参加者に話を聞くと、表情がやっぱり非常にいいですね。これは優しい感じでにそうですね。はい。目も開いて、ええうん、表情を結構注目されて。はい。表情がやっぱりいいです。これは。うんはい。出身校なので母校なので。<ー> <coughs> そうですそうです。それで地元であの授業してますので、うん、ぜひともちゅのところのあの。 お店に行っていくはね、うん、二宮金次郎像との思い出とかってあったりするんですかあそうですねあのそれこそさっきもちょっと言とっとたんですけどこれ何を呼んでんのかな言うて気になってたのであのもっと高い場所にいたんですけどよじ登って <laughs> で見た覚えがありますうち <laughs> に来てくれるんちゃうかな <laughs> と思ってます。 入札は今月13日から20日の間に行われ21日に購入者が決定二宮金次郎像は一体誰の手に渡るんでしょうか